ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がメルセデス AMG GLB35 2021年式走行距離100キロ、こちらの車両になります。はい、100キロということでほぼ新興、そうですね、はいはい、おそらく登録だけされた車じゃないのかなという、推測になりますね。はい、非常にコンディションもいい車になっております。はい、で僕ちょっと今回ご紹介するにあたって、はい、初紹介なんで、はい、今まで確か GLB 紹介してないと思うんですよ。はい、そうですね。はい、で車が一応2019年に出て、はい、出てますね。はい、まだ初代というか、はい、そうです。モデルチェンジしてない車なので、はい、ただちょっといろいろな事情が重なってそうですね、いろんなこう仕様というかが、はい、この短い間にいろいろあるみたいですね。はい、そうですね。ちょっとナビの部分だったりですとか、あと今ちょっとこちらにあるのが、その後ほど多分ご説明すると思うんですけど、パフォーマンスパッケージがもう今現在は選べなくなってるというところで、ステアリングがちょっと違かったりとか、いろいろ問題があるようですね。はい、ちょっと例の感染症の影響だったりだとか、はい、あと半導体の影響だったりとかで、はいろいろちょっと仕様が今市場でもかなりいろんな仕様の車がごちゃ混ぜになってるみたいな、はい、ね、ちょっとこの車の今回かなりいいみたいになって、はい、ちょっと仕様中心にお届けしたいと思います。はい、でまずこう、はい、ちょっと立ち位置的に僕ちょっと全く分からなかったんですよ。はい、正直もう全くノーマークのそうですね。はい、A と C の間に、はい、あれこれ必要ですかっていう、はい、そうですね。なんですが、やっぱこの GLB 特有のこうなんていうんですかね、いいところはありますので、そうなんですよね。今回そこちょっとご説明できればと思います。はい、でこれ先に言っちゃっていいですか。はい、そうです、いいですよ。はい、先に言っちゃうと、はい、この車なんとこのボディサイズで7人乗りなんですね。はい、そうなんです、7人乗りです。はい、5人乗りっていう設定もあるんですか。ありましたっ、本国の方かな。あ、本当ですか。もしくは7人乗りってことだったんですけど、はいはい、まあ、一応3号だとなんか7人乗りだけ乗せて、だけになりますね。はい、このボディサイズで7人乗りですよ。はい、そうなんですよ。はい、もうなんか国産車だと、まあありますね。はい、いろいろ。はい、そこにこうメルセデスがもう本気で殴り込みをかけてた。はい、そうですね、まさにその通りだと思います。はい、とんでもない車だのと。はい、で僕ちょっとカタログ今回一通り見たんですけど、装備に関してもすごい、はい、そうですね、すごいですね。はい、いわゆるその車が2019年式ということで、はい、C クラスだったりとか、はい、その辺に照らし合わせると、いわゆる後期の一番新しいこう内装の、はい、ね、まあ、装備だったりだとか、はい、っていう風になってくるんですよね。はい、だからこのボディサイズでこんなに装備が充実してて、はい、メルセデスといえばその安全、はい、その部分に関しても S クラス並みの装備がついてたりとか、ね、はい、これちょっと他にないなと。ないですね。かなり期待値高く、はい、今回ちょっと見たんですよ、ね。そうですね。でちょっとこの後全部ちょっと今回正直に伝えますけど、はいはいはい、実写見ると、はい、うーんっていうところがちょっとあったんで、はい、今回全部ちょっとそれを正直にお伝えしたいと思います。はい、でまずこのサイズ感でいくと、はいはい、B とは言っても、はい、なんか C の方に近いんですね。近いですね、サイズは。はい、なんで長さがGLA なんかよりも結構長くて、長くなってます。はい、幅に関しては1800台で、はい、まあ、ちょっとその C より、はい、狭くはしてますね。はい、でちょっとこの絶妙なボディサイズ、はい、都内だったりだとか、そうですね、はい、都市部で使うにはかなりいいところじゃないかな、はい、そうですね、使い勝手いいサイズには出来上がっていると思いますので。あと A、C って、はい、ちょっと全体的に車が丸い感じするじゃないですか。そうですね、しますね。はい、そこに来てちょっとこう、はい、そうですね、四角いというか、四角い古典的な SUV のこう形っていうのは、結構やっぱりこっちの方が好きだよねっていう方少なくないんじゃないかと。多いと思いますね。はい、ちょっとデザインはかなりいいところついてきてるんじゃないかな。はい、であと今回、はい、AMG 3号ってことですか。はい、一応専用の装備なんかもしっかりついてて、ね、はい、まあ、毎回おなじみですけども、はい、パナメリカのグリルになってたりとか、はい、あとはエプロンなんかも専用のものになってたり、はい、まあ、ちょっと車が SUV でなおかつこう四角いんで、はい、まあ、ちょっとこう何ですか、こう流線形の組み合わせどうなんだろうと思ったんですけど、はい、割とこうもう全然マッチしてますよね。してますよね。はい、ただちょっとボディカラーが黒っていうのもあって、はい、このザラザラちょっと気になります。そうなんですよね。はい、ちょっとこの未塗装の部分ですよね。そうですね。はい、ちょっとここ気になるなと思って。そうですね。ただこれが一周全部つながってるんですね。はい、つながってます。ちょっとこのヒゲのところだけ塗るっていうのが、はい、ちょっとできない、できないんですよ。はい、まあ、やるとすればもう一周塗ることになる。そうですね。まあ
こんな感じで割と面積多いんですけど、まあ、横から見たりすると全部つながってるんで。そうですね、はい。まあ、ここはもうカスタムポイントということで、そうですね、はい。まあ、もし必要であれば手を加えていただけると、まあ、より満足度がアップするんじゃないかな、はい。あと装備に関しては、はい、もうかなりいいですね。いいです、はい。まあ、マルシビームの LED のヘッドライトがついていたりだとか、はい。まあ、あとはそのセンサー類カメラ類、はい、もう全部フル装備ということで。フル装備です。申し分ないです。ないですね。中はもっとびっくりなんですよ、ね。そうですね、はい。ちょっとこれはこの後見てみたいと思います、はい。そして早速足元回っていくと、一応ホイールの方が専用の19インチ、はい、AMG のこのホイールですね。最近これ多いですね、はい、ここ。そうですね、もう、まあ、定番になりつつあるんですかね、この形が、はい。でこれがまた SUV のこの四角いボディにも割とマッチしてて、マッチしてますね、はい、いいんじゃないでしょうか。ただちょっと残念なのが、やっぱりちょっとどうしてもホイールがちっちゃく見えちゃうじゃないですか。あ、そうですね、はい。そこがちょっと残念ポイントかなっていうのは僕の中ではありますね、はい。だちょっとこれ車四角いんで、はい、台形化するのか、はい、それともちょっと厚く取って、そうですね、うん、SUV っぽくするのかっていうのはちょっと難しいところですけどね、はい。でタイヤの方が235019の前後通しということで、はい。であと僕すごくいいなと思ったのは、はい、キャリパーブレーキ、はい。ここが普通の250とか、はい、200よりかもググッとこうアップして、アップしてますね、はい。4ポットの350倍からの大きいブレーキがついてくる。ついてます。でこれちょっと後ろでも紹介しますけど、はい、後ろも330倍、はい、なおかつベンチの、はい、あ、そうだったんですか、はい。そこごめんなさい、気づいてなかったです、はい。しっかりしたブレーキがついてくるので、はい、まあ、しっかりこう飛ばせるというか、そうですね、はい、まあ、高速でも安心のブレーキ性能が備わっていると、はい。あとは足元の方が AMG のライドコントロールの、はいはい、サスペンションということで、ね、まあ、バネサスではあるんですけど、乗り心地の調整ができるタイプの足回りがついてきてるみたいです、はい。あとはやっぱりこうフロントからつながるこのしぼしぼのそうですね、はい、がまあ SUV らしさをちょっと強調してるしてますかね、はい。であとはまあルーフレールなんかもこうしっかりついてきて、はい、だ結構外についてるっすね。外側に結構ついてます。そうっすよね、はい。まあ、あとはそのフロントガラスが傾斜、フロントじゃない、サイドのガラスはちょっと傾斜、傾斜してますね、はい、はい。割としてるんですけどちょっと緩い、はいはい。他の車ってももっともっと中に入ってますよね、入ってる感じがするんで、こうよりこうレールが手前にある感じですけども、はい、この辺なんかも割と使い勝手的にはいろいろ乗せたりっていう機会も多いでしょうし、はいはい、かなりいいのかなと。あとは信じられないこのサイズで7人乗りということで、そうですね、はいはい。これ2列目まではまあ分かるじゃん。まあまあまあそうですね。3列目がどこに座るんだって話ですよね、はい、これちょっと気になるところで、この後紹介させていただきたいと思います、はい。であとは後ろもちょっと先ほど触れましたけれども、はい、足回りがフロントが普通のストラットでリアがマルチリンクということで、はい、やっぱりこう A クラスなんかベースらしいですね。あ、そうですね、はい、プラットフォームは、はい。でまあしっかり走れる SUV、 そんな感じになってるみたいです。だと後ろに行くと、後ろのデザインすごく良くないですか。いいと思います。なんかこのテールランプしかり、ちょっと全体的なこのシルエットしかり、ね、はい。なんかまあサイズ感的にはちっちゃいんですけど、はい、言ったらこうデザインだけ見るともうちょっと大きい SUV、はい、ですね、に見えますよね。デザインを踏襲してる感じ、はい。でまあリアのこのディフューザーも専用のものがついてきて、はい、ちょっと大げさなぐらいの、そうですね、ディフューザー形状、そうなんですよ、はい。結構すごいですよね、このディフューザーは。ただもんじゃないぞっていうところが伝わるかなと、はい。あとはマフラーカッター、これ最近全然つながってないのとかありますけどね、はい。これはしっかり、まあ、カッターとそのテールは別ですけども、はい、しっかりマフラーが出てくるタイプのものになってます、ね。じゃあ続いて内装を見ていきたいと思います、はい。でその前に鍵が、そうですね、一応前期も後期もない、はい。まあ、これいわゆる前期になるんでしょうけど、はいはい、一応最初から電子キーじゃなくこのタイプのキーになる、はい。これ鍵かっこいいですよね。かっこいいですね。いいですね。ちょっとブラックで塗装されてますね。まあ、進行なんで全く使用感もないという、はい、ない感じですね、はい。ちょっと余剰が巻いてありますけど、そして中ちょっと見てみましょうか。中が一応こんな感じで、中だいぶ良くないですか。良くなりましたね。まあ、A クラスのまあデザインをちょっと踏襲している感じですけども、はい。で今回の車 AMG アドバンスパッケージが付いているということで、はい、一応本革シート、はい、あとヘッドアップディスプレイ、はい、であとスピーカーが10スピーカー、10スピーカーになります。あとエナジャイジング、はいはい、あとベンチレーションが、ベンチレーションが付いてきますね、はい、ついてくる、はい。これだいぶ豪華ですね。豪華ですね。ちょっとドア見てみましょうか。シートヒーターはもちろん、はいはい、ベンチレーションが付いてますね、はい。これ A、B すごいですね。すごいです、はい。まあ、年代的にちょっとその辺が後から出てきてるんで、はい、まあ、ちょっと今後の流れがちょっとこう先取りされてるんで、そうですね、あるかもしれないですけど、はい、ちょっと C の面目がなくなっちゃうぐらい、そうですね、はいはい。なんだったら E もオプションなんですけどって、はいはい、そうですね、はい、そのぐらいの装備になってますね。ドア見ていくと割と
まあ、合皮かな、ちょっとちゃんとステッチも入ってて、はい、あとこっちが本革ですかね、はいはい、ホワイトドアのデザインなんかはちょっとシンプルですね、はい、感じですけれども、そしてダッシュボードなんかは、はい、ステアリングが、一応パフォーマンスのパッケージ入ってないんで、入ってないですね、まあ、標準のステアリングですけれども、はい、それでも本革のこちらのステアリングは標準装備です、はい、だいぶいいですね、だいぶいいですね、ちょっと乗ってみたいと思います、はい、一応乗り込むとスカーフプレートが一応この光るタイプの AMG のこれがついていきます。そしてシートはどうですか、全部今回本当にしつこいですけど正直にいきますね、はいはい、シートは正直、はい、ちょっとポジションに違和感を私感じてしまいます、はい、この絶妙 なんか高さですね、そうですね、はい、こう膝が僕座るとちょっと膝がちょっと浮いちゃいますよね、浮いちゃう感じ、はい、あとちょっとホールドが弱いですよね、少し見た目以上に弱い、はい、弱いですね、はい、なんすかね、こうレザーの質感にもよるんですかね、もうあると思うんですけど、そんなにこの張り出しがやっぱり強くないですよね、あとお尻があんまり沈み込まない、沈み込まないですね、ちょっと固めというかですよね、これは革のもしかしたら張りの部分のあるかもしれないんですけど、まあ、ちょっと使っていくうちに少し馴染んでっていうのはあるかもしれないですけど、はい、ちょっとホールドとポジションが僕は少し違和感を感じました、ね、ただ背中側は割とサポート大きいんで、はい、背中はしっかりホールドされる感じです、はい、そうですね、はい、あとヘッドレストも、あ、ヘッドレストこれで一番後ろなんですね、これ今一番後ろだと思います、こういう風に感じます、あ、ちょっとこう前に来てるようなイメージですね、はい、これリクライニングとかの問題じゃないですよね、多分違うと思うんですよね、そうですね、背中とヘッドレストの角度がこう感じます僕、ちょっとただ体型がこのドラえもん体型なんでいやちょっと一般の方に参考になるか分かんないですけど、僕はちょっとシートは少し残念に感じてしまいました、そうですよね、はい、あ、これ目と後ろだ、そうなんですね、はい、こんな感じがします、はい、あと一応ランバーサポートもついてる、はい、ついてますね、ちょっと高さ問題ですね、高さはちょっと確かにこうポジションを決めるのに最初ちょっと戸惑うかもしれないですね、はい、もちろんそのハイトアジャストついてるんで、はい、まあ、その調整の範囲になると思うんですけど、はい、ただこれで上げちゃうと、はい、その視点がこうなっちゃうんで、はい、そうですね、だできればこう乗りたいところなんですけど、はい、そうあんまりならないという、ちょっとこれは気になる方がいたら座ってみた方がちょっといいかもしれない、いいかもしれないですね、はい、そしてステアリングは今後こちらのステアリング握るところがパンチングになってて、はい、まあ、しっかりパドルもついてて、はい、まあ、この辺おなじみですよね、そうですね、はい、でステアリング一応手動ってことなんですけども、うん、ちょっとこの位置関係も本当に正直に言いますね、はい、ちょっと今までのメルセデスの、はい、なんかその流れというか、はい、から感じると、はい、ちょっとこう違和感を感じてしまう、違和感あるかもしれないですね、僕最初思ったのがちょっとここが低いかなと思ったんですよ、もうちょっと本当多分少しでいいと思うんですけど、上がってくるとまた違うのかな、なんか全体的にメーターとかステアリングが低い気がする、ちょっと低いイメージなんですよね、かもしくはシートがちょっと高いのかもしれない、高いのか、はい、はい、この辺のバランスがちょっと他のメルセデスと違う気がします、そうですね、ただ、まあ、この辺おなじみですし、はい、メーターの方も約、10インチ、はい、10.25 インチかなのこのツインの、はいはい、まあ、この辺はおなじみですからね、で AMG なんで、まあ、スーパースポーツを含む、はいはい、メーターのこのディスプレイの変更なんかもできると、はいはい、こんなのがついてきます、しっかりこっちも AMG です、あとエアコンの吹き出しも一応ベースグレードだと黒なんですよね、黒です、それが250以上だとこのシルバーになってますね、はい、タイプになってて、当然このアンビエントも64色のものがついてくる、はい、ついてます、はい、あとナビ関係でいくと一応9月から、はい、テレビの方がオプションになってるってことで、はいはい、この辺も半導体の関係なんですか、ね、影響じゃないかなと思うんですよ、はい、で今回の車は一応テレビが、はい、ついてくると、はいはい、ついてくるというかついてると、ついてますね、はい、8月登録ってことですもんね、これ8月登録車ですね、はいはい、その辺の装備なんかもしっかりついてきます、そしてあとはこの置くだけ充電、はい、こちらも9月生産以降のものは、はい、一応オプション扱いみたいなんですけど、はい、そうですね、まあ、こちらのものはしっかりついてきてます、はい、あとはドリンクホルダーとそのことに USB がしっかりあって、まあ、この辺もおなじみですよね、そうですね、はい、しっかりついてきます、であとはあこれ置くだけなんですね、手をこう置いとく形になりますね、なるほど、ちょっとなんて言いますか、肘置きじゃなくて手のひら置きですね手のひら置きが、はい、ついてくると、はい、あと足回りの調整なんかもついてくると、はい、そして
ちょっとちっちゃいですね、はい、そうですね、ちょっと狭めな感じですね。ただ奥行きはだいぶありますね、はいはい、かなり深いタイプの、はい、アームレストの中になっております。そして USB Type-C が2系統で、はいはい、これ Type-C になってるのいいですね、最近の車、ね、はい、あとペダルは、ペダルは割と自然ですね。そうですね、はい、ちょっと足元そんなに広くはないかなと気がしますけど、ね、はいはい、まあ、フットレストもちょっと何もプレートも何もないですけど、割とゆったり置けて、ペダルレイアウトに関してはごくごく自然です、はい、あと装備的なものでいくと、一番最新のタイプのディストロニック、はい、まあ、勝手にこういろいろサポートしてくれるタイプの ACG がついてくると、はい、あとブラインドに関しても一番最新のタイプのブラインド、はい、例えば停車中にドア開けるときに、はい、後続からなんかこう自転車とか車とか来てくると、はい、警告灯と音でお知らせしてくれる一番最新のブラインドなんかもしっかりついてくる。でこの辺がだからあれですよね、S クラス並みと言われるその、はい、上ですよね、はい、装備の部分になってくるかと思います。そして上は、天井関係ピラーからこの辺は全部ファブリック、はい、そしてバイザーもビニールのタイプ、こんな感じになっております。だと今回の車はドライブレコーダーも前後でついてますね、ついてくると。でやってまいりましたサンルーフ、はい、これやっぱりサンルーフ必要ですね。これはあった方がいいですね、はい、欲しいオプションサンルーフもしっかりついてございます。じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います、はい、この後ろのスペースにあと5人、そうです5人乗ります、はい、乗れるのはちょっと想像できないんですけど、はい、まず2列目からちょっと見ていきたいと思います、はい、2列目は一応前にも習ってこのツートンのモンガのシートがついてくるという、はい、ちょっと板尾さん乗ってみますか、はい、でもね、この状態であればすごく余裕あるシートなんですよ。割と開口部も大きいですし、はいはい、でちょっと私170ぐらいなんですが、ちょっとやっぱり2列目の方が前の席よりもちょっと高い位置に座る感じになるんですね。でその分ちょっと天井に近づきますんで、ちょっと180ぐらいある方は多分頭くっついちゃうかなっていう感じです。はい、私、まあ、日本人平均の身長であればまあ問題はないかとは思うんですけれども、ちょっと身長大きい方は大変かなっていうところですね。で、はい、そうですね、シート自体は前の席に習ってやっぱりちょっと沈み込みが少ないタイプになります。でまあ、ちょっとやっぱり後ろなんでどうしてもホールド感は少ないのかなっていうところで、ただ全体的にちょっとフラットになっているので、例えばここに3人乗るっていったケースもまあ対応できるかなっていうところではあると思います。で一応ちょっと装備としましては、まあ、吹き出し口があるのと、ちょっとした小物入れですね、あと USB の C タイプが1系統っていう形になってます。でいつもの真ん中は肘掛け兼ドリンクホルダーというのは他の車とあんまり変わらないかなと思います。一応2列目はこのような形ですかね。あとリクライニング一応、はい、シートは1段階、まあ、ここで止まってちょっと3段階ぐらい確か、あ、4段ですね、はい、なんで少しこうゆとりは他のお車に比べたらあるのかなと思います、はい、でちょっと僕も下調べて乗らせていただいたんですけども、はい、ちょっとホールドがないのがやっぱりこう、はい、そうですね、気になるところかな、そうです、ね、まあ、サイズ的なのとクラス的なのでいうと、はい、まあ、しょうがないかな。あとシートヒーターですよね、そうですね、2列目まではあってほしかったですね、はい、ちょっと価格帯的に新車で700万円超えてくるじゃないですか、はい、で割ともうもっと安い、はいはい、安価な車でも最近こうリアのシートヒーターってついてきてるじゃないですか、はい、ちょっと正直そこは欲しかったのかな。そうですね、はい、これあれなんですかね、やっぱシート そのこうスライドとかがあったりとかで、なんかその技術的なところで透けてないのかなとか、ちょっとあったりとか、はいはい、ちょっと定かじゃないんですけどね、はい、はい、まあ、ちょっとその辺なんかも、はい、まあ、ちょっと超快適とは言わないですけど、はい、まあ、最大限こうスペースだったりとか、はい、まあ、いろいろ工夫されてる感はあります。ありますね、はい。でそしてそのままちょっとじゃあ3列目もちょっと見てみますよ。ます多分このままですと3列目のシートが起き上がらないと思いますので、はい、少しちょっとこう前にしていただいた方がいいと思います。まず2列目を出していただいて、はい、トランク側からこの収納されている3列目を、はいはい、あ、これ紐、ちょっと待ってください、あ、こっちか、失礼しました、はい、出していただけると3列目が出てくると、はい、ちょっとこれ乗る前に、はい、ちょっとここ問題触れていいですか。はい、いいですよ、はい、これちょっとコメントに困ります。困りますね、はい、正直言いますよ、はい、危険くないですか。いや危険ですね、
はい、これリアガラスここっすもんね。そこです。はい、いやこれいいんですよ、全然いいんですけど、はい、メルセデスがこれをやるんだって、はい、正直思います。ちょっと思っちゃいますよね。はい、こう要は後ろの席の方の頭ここじゃないですか、はいはい、ゲート閉めるとこうなる、はい、なりますね。はい、これちょっと後ろに大型車とかいたら怖い、ね、怖いです。ちょっと怖いと思う。そういう感じですよね。ちょっと一回閉めてみますね。はい、これはちょっとスモークかかってるので見えないですけど、はい、本当にガラスとヘッドレストこれぐらいしかないですね。はい、もう真後ろがすぐもうガラスなんで、ちょっとこれは本当に、はい、本当に緊急用、はい、ぐらいで考えていただいて、常時7人乗りっていうのは、はい、正直ちょっと危険かなっていう感じを、はい、こう構造からちょっと受けてしまいます。はい、もちろんその剛性だったりとかっていうのはしっかりしてると思うんですけど、はい、どうしてもスペース的なものってもうどうにもならないならないですからね。はい、ちょっとその辺を感じてしまいました。だこれメルセデスがやることにびっくり、ね、そうですね。なんかこの、まあ、日本市場を意識したのかちょっとわからないですけど、やっぱりちょっとコンパクトで7人乗りっていうのが、まあ、ある時代から流行ってるじゃないですか。まあ、そこにこう本当に先ほど言ったように殴り込みをかけたっていうのがそうなんですけど、まあ、まさにそんな感じですよね。はい、もう市場の意見をめちゃめちゃ取り入れて作った車、はい、っていう感じがちょっとしますね。でちょっとこの気になるこの乗った感じもちょっとお届けしましょう。はい、一番重要ですからね。はい、で乗るのがこれ、はい、まあ、当然この後ろの席から乗っていただく形になるんですけど、はい、今ちょっとスライドはしてますが、この状態で乗っていただく形になります、ね、これなるべくこう、はい、リアルな感じをお伝えするためにちょっとこのドラえもん体験の僕が乗った方がいいですよね。そうですね、はい、ツッチーが乗ってみていただいた方が面白いかもしれないですね。僕が余裕だったら皆さん余裕いやそんなことはないと思いますけど、で乗るのがちょっと正直だいぶそ う, ですね、そうなんです。これ多分設定的にはもう大人が乗る設定ではないと思うんですよ。はい、もう本当にお子さん、それも自分で乗れる小学生とかそのくらいが限界じゃないかなってスペース的なところでも思いますし、はい、スペース的には子供なんですけど、はいはい、ちょっと子供を、はい、子さん列目っていうのは、はい、安全的なものでいうとちょっと親、僕も一応人の親なので、はい、ちょっと乗せたくないなっていうのはちょっと正直思います。そうですね。そして乗るのは、はい、本当にちっちゃい子乗れないですね。多分ちっちゃい子は乗れないと思います。はい、小学生以上ですよね。以上じゃないと厳しいと思います。大人は大人でこれ狭いんで、はい、かなり乗るのが大変。そして乗ると一応座った感じは、はい、正直いきますよ、はい、もちろんここは正直でざわざわしそうですけど、はい、正直いきます、はい、2列目よりホールドがいい、はい、お尻がめっちゃ沈み込んで2列目よりホールドだいぶいいです。そうですね、意外とこうちゃんとなんていうんですか、そうですね、ホールド性のあるシートになってますよね。お尻がすごく沈み込む、はいはい、仕様になった。ただ背もたれはもうほぼ直角、はい、当然リクライニングも全くできない、はい、だから本当に短時間、短時間ですね、緊急的に乗るっていう感じです。はい、そしてスペース的なものでいくと、もうちょっと結構直角に座ってますけど、はい、膝ここなんで、はい、これ足しますね、はい、これちょっと後ろ下げてもらっていいですか。はい、あリクライニングしてなければ大丈夫です。一番後ろまで下げられます。ちなみに、まあ、通常多分このぐらいがリクライニングいいのかなって感じですけど、はい、もうついてますですよね、膝と2列目がついております、はい、で一応足元は靴は入れられます。足の先は、はい、まあまあまあ乗れなくはないです。ただかなりきついです。これこの状態で2列目ってどうなんですかね。私乗ってみてもいいですか。あ、そうしましょう、はい、これ限界値です。ちょっと乗りますね、はい、ああそうですね、まあ、確かにちょっと背もたれもう少し倒せればなっていうのはありますけど、ただいけますよ、全然見てみましょう。はい、こういうのが楽ですけどね、はい、完全に膝ともうぶつかってます、はい、そうですよね、ぶつかっております、はい、そしてですね、はい、圧迫感が半端じゃないですかそうですよね、人が前に乗ってると余計ありますよね。だいたいこう目線の位置がここなんで、はい、もう目の前ヘッドレスト、はい、でなおかつ前の方のこの後頭部が、はい、まあ、あると考えると、はい、ものすごい圧迫感ですそうですよね、トランクに閉じ込められてとは言わないですけど、はい、
ちょっと本当にお世辞にも快適とは言えない言えません、ね、はい、で多分2列目もなんですが、やっぱりこれで長時間というのは厳しいと思いますので、はい、まあ、できたら30分圏内ぐらいですかね、行けても。そんな感じですかね、はい、本当に7人乗る、もしくは3列目使うってなってくると、はい、本当に緊急用、緊急用って感じのイメージですよね。そして装備的なものでいくと、一応ドリンクホルダーと、はい、あと3列目にもこうタイプ C の充電ついてるんですね。そうなんです、それも左右それぞれついてますね、はい、しっかりついてると、はい、これ充電してる余裕はない気がしますそうですね、すぐついちゃいますね、はい、目的地に、はい、こんな感じになっております。だちょっとこれ7人乗りとはいえ、はい、5人もしくは全席2人で使うのは正解ですね。正解だと思います、はい、そして続いてフランク側から見てみると、はいはい、まあ、倒してれば割とこう、そうですね、一般的なコンパクト SUV ぐらいのこう積載能力ある、そうでありますね、はい、まあ、いろいろ詰めるんじゃないか、はいはい、ただこう高さ、はい、やっぱりこうシートが格納されている分ちょっと床高い気がします。そうですね、はい、そして手前にちょっとだけ収納があって、はい、こんな感じで一応トノカバー、はい、あとパンク修理キットですかね、はい、はい、これねちょっとトノカバー取るの大変なんですよ。ここ持ち上げていただくのと、ああなるほど、あとここの、はい、このホールドを外してもらってこれを上げないと取れないという、なるほどなるほど、はい、こんな感じで少しだけ入ります。はい、このトランクになってます。じゃあ続いてエンジンルームも見てみたいと思います、はい、エンジンはもう例の、はい、そうですね、エンジンが積まれている、はい、でこれが、まあ、250の、はい、チューニングバージョンですよ。そうです、はいはい、まあ、AMG とは言っても手組みじゃないんですけど、手組みじゃないですね、まあ、しっかりチューニングされてて約300馬力、はい、トルクの方が400ニュートン出てる、はい、まあ、車ちょっと重量級とまではいかないですけど、はい、まあ、このボディサイズにしたら結構ちょっと重ための車ですからね、はい、まあ、それぐいぐい引っ張っていくためには、はい、まあ、かなりパンチのあるこの辺のエンジンが必要になってくるんじゃないかと。 で、ね、はい、でいつものように AMG のターボアームを使ってきたりだとか、はい、だから結構その走りの部分にお金かかってますね、これ。そうですね、はい、足回りにしかり、まあ、はい、ブレーキしかりってところだと思います、はい、まあ、あとはその最新の装備、はいはい、 そうですね、そこかなという感じがします、はい、でちょっとこの組み合わせ初なんで、そうですね、はいはい、ちょっとこの後乗ってみたいと思います、はい、続いて転倒周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。毎度おなじみなんですけど、ちょっとカンペ見ていいですか。どうぞどうぞ。ですね、ちょっと内装で触れるの、中で触れるのを忘れたところで言うと、自動の車線変更、アクティブレーンチェンジなんかもしっかりついてきています。はい。あと3号になると、フォーマチックも AMG フォーマチックになるということで、はい、100-0、まあ、基本的に FF ですよね。そうです。50対50まで持っていけるような感じに。はい、なってると、はい、だと車重の方が1830キロってこと で結構重いですね。結構重いんですよ。なんでそれが一応どういうところかっていう感じですよね、はい、まあ、300馬力と400ニュートンあるんで、はい、まあ、まあ十分な感じではあるとは思うんですけど、はい、ちょっと確認したいと思います、はい、だと一応発足オートマの方が AMG スピードシフト DCT になるということで、はい、ちょっとこれも試してみたいと思います、はい、だと中ちょっとだいぶこの辺が軽くなっちゃったんですけど、はい、はい、この辺の装備だったりだとか、はい、あとちょっとタッチパネルなんですよね。そうなんです、タッチパネルになってますね。思うんですけど最近のこう、はい、もう現行のやつって画質もめっちゃ良くないですか。めちゃめちゃいいですよ。いいですよね、はい、高精細になってますよね、はい、装備については申し分ないから、はいはい、じゃあ行きましょう、はい、お願いします。
でちょっとあの僕なんであの今回その辛口なのか、はい、自分で分析したんですけど、分かりました、何でしょう、 B だからですいやいや、それが A 寄りなのかな、はい、C 寄りなのかなってだいぶ違ってくるじゃないですか、はい、そうですね、僕あのカタログ見たら、はい、あの装備の充実具合と、はい、あのなんかこう書いてることの良さに、はい、ちょっと C に近いものを想像してたんですよ、ね、はい、で実写見て、はい、ああっていう、こうスペース的なものだったりとか、はい、内装の質感だったりとか、はい、はもうこれあの A ですね。そうですね、やっぱりまあ、使ってるものがもうほぼほぼ A と一緒なので、ですよね、はい、まあ、A がちょっとこう大きくなって7人乗りになったよっていうようなイメージの方がしっくりくるのかなと思います。だ GLA SUV って感じですよね、はい、そうですね、はい、そう言われると自分でそう理解すると、はい、だいぶしっくりきました。そうですね、はい、だとやっぱりちょっと調べたら、はい、あの本国の方では5人乗りっていう設定があるみたいな。そうなんですね、はい、日本仕様は基本的に7人乗りで、はい、まあ、ちょっとそれがもうマーケットをなんか如実に表してます。そうですよね、ちょっとあと走りですよ、なんといっても。そうですね、はい、一応 AMG ですので、はい、どんな感じになるのか僕も正直初めてです、ちゃんと乗るのは。あ、本当ですか。はい、ちょっと乗ってみたいと思います。なんですかね、あと思ったんですけど、A もちょうど入ってたじゃないですか、はい、A35 も、はい、まあ、ホールドだったりとか、はい、その位置関係とかも重要ですけど、はい、高さってめっちゃ重要ですね。高さ結構重要だと思いますよ、これで。正直 A35 も後ろの座席とかって全然ホールドないじゃないですか、はい、ないです、ね、けど低いじゃないですか、はい、低いです。だから踏ん張れるというか、はい、それがちょっとこう座ってる姿勢に近い実際に、はい、とやっぱりちょっとこうホールドがないと体が支えられないというか、はい、そんな気はします。よいしょ、あ、いやいや結構パワフルですよ。あ、パワフルですか、はい、いや走るとこれちゃんとしっかり参考だな。あ、そんな感じですね、はい、合成結構ありますね。ありますね、うん、あ、 あとはちょっと重心の高さを少し感じます、はい、やっぱり。あ、やっぱりそうですよね。圧倒的に A クラスよりかも。いや、じゃあ走るとちゃんとしますね。なんかもうさっき中であのアルコール言ってたまあその辺はうまく考えてますよね。そうですね、メルセデスだけあって、はい、あとカーボン的なパネルかと思ったら、そうなんですよ、はい、フィニッシュがちょっとあれですよね、面白いというか、そう、ね、はい、そんな感じになってるね。なるほど。いや、だから正直その使ってるものがめちゃめちゃ豪華かっていうと、はい、まあ、もちろんその、A クラスな感じですけど、はい、まあ、最大限こうデザインだったりとかで工夫はされてますよね。されてますよね。あれ、これ今ノーマルですよね。これノーマルだと思いますよ。あー、なるほど。これどっから説明すればいいでしょうか。どうしましょうか。乗った感じは、はい、重心の高さだったりだとか、はいはい、以外は本当に、はい、剛性しっかりしてるし、はい、足も割とこうこのスタイリングなんで、はい、もっとこうふわふわしてる感じかなと思ったら、はい、だいぶこうしっかりしてる。かなりしっかりしてますね、これ、はい、路面の段差とかもタンタンって感じで、はい、さすがメーター280キロまで振ってあるだけあるなって感じです。そうですね、はい、かなりしっかりした印象です。でステアリングも適度にこう回しごたえがあるというか、ブレーキやっぱりいいですね。この先にそうですね、ブレーキなんかちゃんとこうクッと効いてる感じがしますね。ます、ブレーキめっちゃ効きます。これはだから絶妙なとこを作ってきましたね。そうですね、ポジションしかり、はい、結構パワフルですよ。結構そうですね、踏んだらあれですね、板尾さんにちょっと乗る前に、いや結構重さ感じますよって言われたんで、ちょっと僕は前後しか動かしてないんでそれでその前にディーゼルの方、はい、200D の方をちょっと動かしてて、はい、あんま変わんないなって印象だったんですよ。まあ本当にお店のこうショールームの出入りとかそのくらいの感覚ですと、やっぱ踏むと違いますね。僕はその先入観があってかなり構えて今乗ったんで、はい、ハードルが下がってるかもしれないです、はい、でも確かにちょっとしっかり感を感じますけど。そうですよね。いや全然こうパワー足んないなっていう感じはしないです。ないですよね、
ちょっとモード切り替えてみますか。そうですね、これで一応インディビジュアル CP スポーツ、はい、こんな感じ、はい、いいっすね。あとはだってタッチですもんね。タッチです、はいはい。まあ、画面汚れるからちょっとそうですね触らないのをお勧めしますけど、はいはい、でアンビエントもしっかりついてて、そんなにスポーツって言ってもスポーツプラスとかじゃないんで、そうですね、そんなに超激変っていう感じではないですね。ちょっとでもやっぱり引っ張ってる感はありますよね。少し引っ張ってますね。足もそんなにタイヤの厚みがあるのからなのか、はい、なんか硬くなったって感じしないですね。極端にめちゃめちゃ硬くなりましたねって感じじゃないですね。いやこれはちょっと一般受けはしそうです、はい、そうですね、はい、僕みたいなちょっと偏屈な少数派には、まあ、今までのこう AMG とかメルセデスって考えちゃうと、そうですね、ちょっと違うのかなっていう意見は多分出てくると思いますよね、はい、なんかこう A3545、はい、でまあまあこうちっちゃいなりにこう、はい、AMG 感というか、はい、なんかこうちゃんと走って走れるし、はいはいはい、ちょっとこう AMG マインドがしっかり入ってるなって感じしますけど、はい、これ車高も結構高くて、はいはい、ちょっとポジション的にもこうちょっと今までのじゃない感じ、はい、うん、よりこう薄まってる感じが正直否めないかなと思ったんですけど、そうですね、はい、でもこれよくよく考えたらでもすごくいいとこ取りしてますよね。いいとこ取りしてると思います。だってこの室内空間の広さは A クラスに絶対ないわけですし、ないです、ないです、はい、まあ、7人乗れるっていうところも、はいはい、圧倒的なアドバンテージですし、これだから街乗りだいぶいいかもしれないですね。そうなんですよね。なんかちょっとさっきも話しましたけど、なんかやっぱり女性のお客様に人気があるような、まあね、芸能人でもニコルンが GLB 買ってるぐらいなんで、うんうんうん、ちょっとそんなイメージが僕はありますね、はい、なんとなくわかる気がします、はい、これでも確かにいいかもしれないですね。車もし好きな方で走りを楽しみたい方だと、はい、ちょっとこれ奥様が乗ってて、はい、たまに借りるねって言っても、はいはい、少しちょっと物足りなさを感じるかもしれないです、はい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 、ですね。ただそうでないなら、はい、ものすごくこうしっかり走れるし、荷物も積めるし、人も乗れるし、そうですね、すごくいいところかもしれないです。まあ、でも多分4号はないですね。あ、そういうことですね。4号にする意味があんまりない、あくないですか。確かに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 、はい、もう4号欲しい人は A クラスでどうぞ。そうだと思うんですよね。確かに、はい、そうですね。かもっと行っちゃってるのが良ければもう C クラスでどうぞ。そうですね、上行っちゃうしかないですよね。ちょっといろんな意味でちょっと衝撃でしたねメルセデスがまさかこれを作ってくるとはっていう、はい、C と A の間ってこう攻めすぎじゃないですか。そうですね結構そのなんか狭いっていうか、なんていうんですかね、ちょっとその差別化図りづらいですよね。そうですね、そうですね、はい、だから B って言わないで A って言えばすごくなんかしっくりきてますね。そうですね、はい、あとは乗りやすさだったり、こう取り回しの良さだったり、はいはい、安全装備だったり、もう安定のって感じですね。ちょっと冬ですけど、じゃあベンチレーションも全体的なこう質感とかスイッチの操作感とかっていうのはもう孫ほどなき A クラスですね。そうですね。あとこの辺もめっちゃ使いやすいですよね。そうですね。このなりでだってトラックペースもついてるんですよ。トラックペース、そうなんですよトラックペース使うことあるんですかねっていう感じもしますけど、まあでも一応正真正銘、はいはい、AMG の一員ですってことなんでしょうね、はい、洗車モードもここで選べるので間違ってハッチが開いちゃったりとか。ああ、なるほど、はい、なるほど。洗車モード、はい、ああそうですよね。そうなんですよ、結構やっぱりはい、ポートトランクで開いちゃったりっていうトラブルはよく聞きますんで。結構あるみたいですね、はい、
アンビエントなんかも、ちょっとあれね、ここか、アンビエントなんかも、はい、マルチカラー消すと多分これが出てくるんですね。64色で、はい、はい、じゃあちょっとここを曲がりまして、さあいつものポイントですね、はい、少しだけ加速を確認。もちろんその想像は全然超えないです。超えないですよね、はいはい、前回の3号も超えなかったですけど、そうですね、それよりも超えない感じですよね。そうですね、もっと参ると、はい、けど、はい、しっかり力強さもあるし、そうですね、はい、扱いやすい感じはします。コメントに困りますね、これあと何ですかね、あと何でしょう、あと何がありますかね。でも本当普段使いするんなら全然いいのかな。そうですね、普段使い最強ですね。僕なんかは逆にあの A クラスにこう乗り込むとか降りるとかするんだったら、はい、こっちの方が乗り降りはすごくしやすいですし、あ、確かに、だからもう本当にひょいっと開けてひょいっと乗ってっていう感じもありますしね。はい、ちょっとでもその辺もあるかもしれないですね、最近のそのコンパクト SUV 流行ってるっていうのは。確かに、ね、荷物もポーンと入りますし、はい、ハッチバックとかああいう車高の低いよ、はい、どういうかも、そうですね、まあ、これぐらいだったら、まあ、A クラスよりちょっと20センチぐらい長いですけど、はい、はい、まあ、全然都内の立体駐車場なんかも問題ないですもんね、はい、そうですね、取り回しは全然苦労しない、しないですよね。まあ、その人気とちょっとその生産の問題もあって、そうなんですよ、今ちょっと市場が、そうなんです、そうなんです、供給不足になってるということで、はい、まあ、この辺はでもいいんじゃないでしょうか。であと僕思ったんですけど、はい、あの今回ちょっとカタログ全部見て、はい、まあ、ラインナップ、はい、まあ、もちろんそのフォーマジックが良ければ上のその、200もフォーマジックあるんですよね。ありますね、はい、ですよね、200、250、はい、あとは35、はい、っていうラインナップで、はい、そ250が一応 AMG じゃないもののトップグレードじゃないですか、はい、ちょそこの、差というか、はい、どうなのかなと思ってカタログ見たら、はいはい、もう3号と250であんま変わんないんですね。変わんないと思いますね、はい、変わんないっていう意味がちょっと乱暴ですけど、はい、その何百万も変わらないですね。変わらないですね、大きく、はい、圧倒的に3号買っといた方がいいですね。そうですね、はい、まあ、もちろんその走りの部分に関してはもう必要な方には全く必要ないかもしれないですけど、はい、まあ、後々のそのリセールだったりだとか、そうですね、あと基本装備のところで言ったら、はい、圧倒的に AMG の方が、 AMG の方が、はい、そうなんですよね。確か250もスタートの価格が700万円ぐらいですよね。はい、そうです、なるほど、シートだな、もうちょっと下がってほしいんですよね。そうなんですよ、これがもう限界ですよね、多分今。かといって前を上げると違うんだよな。違う、そうなんですよ、違うんですよこのままお尻がもう少し下がってほしいんですよね。そうですね、そうですね、うん、確かにお尻が下がってほしいですね。そうなんですよ、こうじゃないなって感じですね。ああ、そうですね、まあ、この辺は本当に体型と、そうですね、もちろんあると思うんですけどね、これ出してもちょっと違うんだよな。あ、そっか、この下もあるんですね。これもちょっと、うん、まあ、ちょっと変わるんですけど、そんなに、はい、なるほど、あと伊藤さん、この車のダメなところをあえて言うとどこですか、はい、また難しい質問いたしますねまあ、だからその A って見るか C って見るかっていうところだと思うんですよ ね、 ああ、すね、はい、はい、まあ、A として見るんだったら僕は全然、うん、はい、まあ、そうだよねっていう、うん、これが C って見るとなるとやっぱりちょっと質感がまず一番考えられるかなっていうところですかね、はい、僕なんですかね、ダメなところで言うと、まあ、こうでもこういうのは A クラス全部あれじゃないですか、そうなんですよね、はい、よりってとこですよ、ね、そうですね、
あとなんだろうな、なんすかね。あえてダメなところを言うと、はい、もうその板尾さんにもう完全に同意です僕。あ、そうですか。はい。はい、だといいところで言うと本当にこの装備の良さ、はい、そうですね、これびっくりっすね、まあ、それが一番なんだと思いますけどね。あと、はい、MBUX、はい、ユーザーエクスペリエンスもしっかりついてるんで、はい、そうですね、ヘイメルセンスで、はい、反応しましたね、さすが。ちょっと暑いです。これ毎回あの試乗させていただくと使うんですけど、はい、これすごいっすよね。運転席と助手席でだってバラバラにこう認識してるんですよね。認識してるんですもんね、はい、もうここじゃないでしょうか。ついにだってメルセデスなんか自動運転レベル3、はいはい、突入らしいっすよ。そうですね、やってましたけど、もうどん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 変わってきますね。そうですね。ちょっとじゃあパドルを、そんなに超反応速度速いわけじゃないですけど、ね、はい、めっちゃスムーズです。やっぱ35らしい音はしてます ね、 そうですね。4号までの、 乱暴な感じはしないですけど、しないですけどね、またバルブなんかもないですからね。そうですね、うん、でも十分、まあ、楽しめるかなって感じにはなってますね。だからこれメルセデスに対する期待値と走りをどこまで求めるかによって、はい、この車の評価だいぶ分かれる。そう、分かれると思いますね、はい、そういうあの僕みたいな極端な先入観がないと、はい、ものすごいいい車。これダイナミック乗り味の感じはあんま変わらないんだよな。あんま大きく変化してない感じしますよね。やっぱりタイヤの厚みなのかな。それはあるかもしれないですよね。あとちょっと走るシーンで違うかもしれないです ね、 そうですね、高速とか、はい、峠ワインディングなんかだとロールの量なのかも多分ちょっと制御されてくるかもしれないですよね、はい、変わってくると思って。街乗りレベルだと多分このタイヤの厚みが結構あるんでそんなに大きく変わらない気がします僕は。ああ、そうですね。ちょっとあの何ともコメントしづらい感じですけども、はい、でも必要にして十分十分な、はい、いい車作ってきますよ本当に。もうこのユーティリティ性を考えたらすごくいい車だと思うんですよね、はい、いや今回ちょっといろいろ勉強になりました。そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあ最後になりますけれども、はい、ちょっとこう意外なところもあり、そうですね、まあ、安定のメルセデスのところもあり、はい、そうですね、はい、で最初はちょっとこういいとこ取りで、はい、まあ、結構こう万人受けするのかな、はい、みんなが欲しいものがこうギュッと詰まってる車なのかなと思いきや、はい、まあ、意外や意外、はい、僕の勝手な印象ですよ、はい、まあ、ちょっと乗る人選ぶのかなと。そうですね、はい、ただハマる人にはハマると待ってましたっていう、っていう車だとは思います、はい、この装備しかりこの7人乗りっていう部分だったり、はい、走りの部分だったり、はいはい、そうですね、すごく実際すごく売れてる車ですので。やっぱり今なかなか納車されないじゃないですか。やはり中古市場に出てきても結構早く、うちなんかでも結構早くこう出てる印象がありますので、はい、なるほど。あとは最初にも言いましたけれども、はい、その同じこう GLB35 っていう個体でも、はい、いろんなこう仕様のものが混在してるんで、そうなんですよ、はい、まあ、購入検討されている方はよく見て、はい、そうですね、装備を確認はちょっと必須だと思います、はい、そんな中で今回ご紹介したのは、はい、もうほぼフル装備というか、ほぼほぼそうですね、はい、一番いい状態の、はいはい、だと思います35だと思いますので、はい、ぜひお問い合わせください。というわけで今回はメルセデス AMG GLB35 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。